皆さんこんばんは。 NNB48 フロンティアのみーちゃんこと中野未来です。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ツイッターの方でちょっと告知しますので、皆さんぜひ拡散よろしくお願いします。明日よろしく、ちょっと待ってくださいね。こんばんは。これどうやってリンク貼るんや。リンクどれや。リンクはリンクどれや。あ、わかったわかった。未来、皆さんこんばんは。ちょっと待ってくださいね。配信してますと書きたい。あれ、皆さん拡散よろしくお願いします。こんばんは。久しぶりの明日よろしくですね。3月ぶりとかの明日よろしく。みーちゃんかわいいね。どうもありがとうございます。よし、リンクをゲットできました。ハッシュタグ、皆さんこんばんは。ですね、そう、軽くオープニングテーマがあるんですよ。ですね、まず番組説明を行いたいと思います。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自ら次回担当をしてほしいメンバーに電話して出演オファーを押し、そこでトークテーマを発表します。あおーQRM 説明、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると、番組中1回だけもらえちゃいます。そうなんよ。ぜひ拡散してゲットしてくださいらしいですよ。それではですね、今のユーザーランキングトップ5をご紹介しようと思います。第5位ちじじかさん、第4位さとさん、岡田さとろうさん、3位しんぱくさん、2位ちゃみさん、そして1位はドゥルルルルジャガさんとなりました。あ、今はもらえへんらしいですね。まあもらえないらしいです。皆さんデマの情報が書かれております。じゃあここの台本にどうしますか。これこの台本じゃあしてますこの台本じゃあ排除しときますね。私がマネージャーさんからいただいた台本やからちょっと捨てにくいけど、デマが書かれ込みております。古いね、古い台本ですねこれ。どうする、これはもう取り扱い注意って書いてある。これ取り扱い注意なんですけど、皆さんごめんなさい、捨てますね、ちゃんと捨てときます、そしてですね、前回ね、前回の配信者はね、 NNB 同じく NNB48 の中野未来ちゃん、自分や前回はね、川野菜々穂ちゃんから明日よろしくをねしてくれたんですけど、菜々穂とミラカも大の仲良し、もう皆さんが思ってる以上に仲良しなんですよ。川野菜々穂はね、今日も菜々穂のねカンビネライブに出演させていただいたり、菜々穂のね、あの最後にね、すごく なんとかの最後にすごく立ち会えてるので、私は菜々穂のことが大好き、ガチ恋でしたね。同期なんで、同期やし同い年やしめっちゃ仲いいって感じ。一方的ではなくて、あ、一方的だと言われがちなんですけど、全然そんなことない。菜々穂も結構ミラコの好き、ミラの子のこと好きみたいです。あ、後で怒られるんで大丈夫、卒業するから、卒業するから言うだけ言っとくわ。言うだけ無料、言うのはそう、ただただが言う、もっと言う、菜々穂未来のこと大好きです、言ってんで本部仕様が、あかんわ。あ、そう、ただいま私花粉症でございます。はい、あの花粉症で鼻がジュルジュルです。本当にあの寒暖差アレルギーっていうのかな、わからへんけど、私ね、あの春めっちゃ花粉症なんですよ。多分あの季節の変わり目で今あの花粉症がひどくて鼻水が出てきております。
隣にあのね6期生の出口ゆいながいるんですよ。というか私とねあのキャラが丸かぶりみたいな感じなんですけど、そうです、そうキャラ丸かぶりで一緒の出身やしね、うん、仲良くしていこうと思います。ちなみに今日は何をしてたかというと、川野菜々穂ちゃんのねあの冠ライブの MC に出演させていただきました。ゆいながね、あ、見てくれてた、ゆいながね、見学してくれてたんですけど、私のどうでしたか？めっちゃおもろかった。そう、面白くてね、あの二人のコンビ大好き。みなみはせちゃんと出演させていただいたんですけど、もうゆいなが終わった瞬間にめっちゃ面白かったって言ってくれたので、もう未来とね、ハータンめっちゃ緊張してたんですけど、よかったなって思いますね。よかったです、ありがとうございます。それではですね、私はあのちなみにあのめっちゃ噛むので、あの噛むし言い間違い激しいし、よろしくお願いします。そしてですね、7歩からのね出されたトークテーマはですね、ちょっとデマ流したあかんから一回もう一回調べますね。マジ？そう、やっぱデマ流したあかんから、どっかに書いてあってんな。デマを流したらダメなので一回調べます。ありがたいことにね、今はねもうファンの方がもう全部ツイッターに書いてくださるからさ、うん、どうしよう、ないな。こんばんは。あ、トークテーマ、ひつまぶしとメンバーの思い、楽しかった思い、あ、書いてくださってる、優しい、あ、ほんまや、ひつまぶしとメンバーの楽しかった思い出。なんか菜々穂がね NNB48 の思い出をこう喋ってて、菜々穂は卒業するからそう喋っててんけど、未来は全然卒業しないですけど、全く卒業予定もないし、だけどまあその未来は、まあ、メンバーのことが大好きる大好きる、こういうところがあるんですよ。私大好きすぎるあのメンバーなのでね、大好き、ミラコはメンバーの一人一人語れるもんね。そう、メンバーの一人一人を語れるんですけど、今日はねもうちょっとピックアップしながらね喋っていこうかなと思うんですけどね、本当にメンバーのことが大好き。まずひつまぶしの思い出も書いてあるから、でもひつまぶしのことから喋ろうかな。ひつまぶしはあの、ひつまぶしはあの自粛期間にできた小島かりんさん、川野菜々穂ちゃん、みなみはせちゃん、ミラコのね4人グループなんですよ。なんかもう自粛期間でずっとお家いてたから、ずっと暇じゃなかったでしたか？皆さん暇でしたよね。暇つぶしにちょっと喋ろかっていうメンバーがね集まったんですけど、それを暇つぶしを菜々穂がなんかちょっとねじって、ひつまぶしっていうね LINE のグループを作ってひつまぶしってなったんですけど、まあ浸透はしてませんね、もうひつまぶしは。未来とその4人の推してる方はひつまぶしは絶対知ってると思うんだけど、4人推していない方は絶対知らへんっていう感じのひつまぶしっていうメンバーなんですけど、かりんさんだけが先輩で、他の未来と菜々穂とハータンは、みなみはせちゃんはもう同期のドラフト3期生で、かりんさんだけが先輩なんですけど、なんですかね、やっぱかりんさんの包容力っていうんですかね、お母さん、かりんさんお母さんなんですよ、私たちの NNB のお母さんなんですよ。でね、もう4人でお泊まりもしたし、ご飯も行ったし、まあそんな遠くは出かけてないし、遠くは出かけてないけども、すごく仲がいいんですよ。先輩や、かりんさんは先輩やけど、本当にね、いい方なんですよね。本当に可愛い。ごめんなさいね、鼻ばっかりすすっちゃって。もう本当にいい人なんです、かりんさんは。で、そんなね、私の大好きなメンバーと、ひつまぶしっていうグループが生まれたんですけどね。このね、メンバーでね、前に YNN さんで生配信させていただいたんですよ。菜の方がもうすぐ NNB48 を卒業するので、卒業記念でね、ほんま1時間半ある生配信がねちょっと押してしまって、2時間ね配信させていただいたんですけど、めっちゃもうマジで楽しくて、私たちあのモネ菜の方は11月30日に卒業しちゃうんですけど、あの NNB48 毎年あの24時間生配信をさせていただいてるんですよ、ありがたいことに YNN さんで。で、私が今年高校卒業したので、深夜もね私出れるんですよ。でもかりんさんとなの、羽ばたくりょうハーサをね、羽ばたくりょうって書くんですよ、ハーサっていう感じ、それでいつも羽ばたくりょうって呼んでるんですよね。あのハータンは20歳なのでね、もう出れるじゃないですか。でその YNN さんで、あの深夜
おしゃべりしたいと質問して、ナナホはもう卒業しちゃってるから、なんかナナホっていうパネル置いて、なんか質問しでなんかしゃべりたいなっていうのをね、あの言ってるので、ぜひ皆さんマイネヌさんに言ってください。そういう企画欲しいって言ってたよってうっすらとも言ったんですけど、やっぱ皆さんの後押しって大切だと思うので、今ひつまぶししたよっていう方はね、ぜひよろしくお願いします。パネル出演なんですけどね、ぜひよろしくお願いします。見たいですか、皆さん見たい、 逆に見たいですか、私たちひつまぶしのそのワイネンヌさんとか深夜帯の、絶対面白いと思わへん、おもろいと思うでしょ、うん、ほとんど聞いてなかった、あ、聞いてなかったんだでも面白い、ひつまぶしの会話面白いし、うん、LINE とか見てても面白いなと思う、たまに、うん、たまに、あの4人の会話が面白い、嬉しい、テンポがいい、そう、ほんまそうなんよな、うん、だから皆さんぜひ、あの、お、深夜のミラコは最強すぎる、いや、わかるそれ、そんなことなんで分かったの、ぜひね皆さん YNN さんに送ってください、ツイッターとか、皆さんやっぱあのね、私思うのが拡散力ってすごいと思うんですよ、皆さんのね、間違いない、今はだって SNS の時代って言うじゃないですか、もうゆいなもめっちゃ SNS 頑張ってるから、マジで頑張ってほしい、だから皆さんのぜひ拡散力もう信じてるのでよろしくお願いいたします。はいはい、他のねメンバーのこともちょっと喋っていこうと思うんですけどね、今誰の話してたの、今ひつまぶし、あ、ひつまぶし、あ、そう、メンバーとか、私のね、あの、私本当にもう一度大事なことやからもう一度言うけど、もうマジでメンバーのことが好きやねん、なんかもう生涯一生メンバーといたいみたいな感じやからさ、あの24、25日にあのクリスマスじゃないですか、12月24、25日ってクリスマスじゃないですか、もうメンバーと会えることが楽しみすぎて、私ねクリスマスはいつもあのお友達と過ごしてたんやけど、もうね、もうメンバーと過ごせることが楽しみすぎて、もうやばい、だからもうあと1ヶ月あるからダイエット頑張ります、24時間テレビ、そう、24時間テレビのためにダイエット頑張るんですよ、なんでかって言ったらメンバーさん細いから頑張ります。あとはですね、メンバーじゃ、フロンティアのメンバーとかもね、フロンティアはね、私はね、そう、フロンティアのこの前のね、2021年元旦公演でね、ナンバトルが発表されて、口引きでね、こうシャップ、あの、自分のチームをね、決める口があったんですけどね、私はフロンティアのリーダーをさせていただくことになり、今はもうね、フロンティアのもうメンバーさんのおかげでね、もう伸び伸びリーダーさせていただいております。なんか最初はさ、もうね、いや、もうほんまに最初は全然分からへんかったけどね、もう今はね、自分なりのリーダーっていいんやと思ってね、なんかそんな未来さやかさんとかなれへんしとか思って、中野未来のリーダーをねさせていただいてね、本当に成長させていただいております、ありがとうございます。そう、自分から立候補しました。ワカポンがね、フロンティアでご飯行きたいとか言っててね、嬉しいですね、そう言ってくれるのも、もっといいチームにしていきたい。次はね、3日かな、多分フロンティア3日に公演がありますので、ぜひぜひ来てくださったら嬉しいなと。3日かな、やっぱデマ流したあかんから調べるわ。4日ちゃん、待って、あ、4日か、明日やね、4日、13時からと17時からあるので、ぜひ来てください、劇場公演に。理想のリーダーはどんな感じでしたか。え、もう失敗しひん、ダンスうまい、何もほんまに完璧っていう人やった。私はそれが理想でも、違います、違います。あ、じゃあねえねビフォーって言って、今のセクシー担当を私がじゃあ言っちゃうかな。今のセクシー担当はね、正直いませんね。おらんのかいって感じですよね。あ、七期生の和田美優ちゃんとかはもうエロスって感じですね。もうね、和田美優ちゃんがいるんですよ。ちょっと潜在写真見せとこな。あの、この方、はい、この方、ちょっと全然見えへんの、はい、見えない、
諦めました。7期生でね、今年24かな、分からへん、何歳か分からへんけどね、あの大人なんですよ結構。23とかで入ったんかな NNB48 に。あの子はいいね、うん、エロスな体をしております。大人なの、あ、やっぱ10年してたのに10年の元栓抜けてた。それから私は和田美優が一番あれかなと思って。携帯のすぐな充電切れんねん。マジ、うん、待ってください、大丈夫かな、すごい、結構早いですね切れるのが。かな、でもね、ほんまにいいメンバーばっかりなんよマジでね。支持してくださったり、もうね、公演でのね表現力は半端ないんですよ。渚さんあんだけ毎日あのお仕事とかもしてはって、めっちゃ忙しいのに公演っての公演劇場公演に立たはったら、ほんまにね表現力半端ないんですよ。めっちゃ本気やし、何事に対してもリハーサルから本気なんですよ渚さんは。渚さんもですね、それは。でもいい人ですね、渚さんは本当に大好きです。本当に面白い、しかもトークの天才なんですよ。だからなんかすごく毎日テレビにも出てはるし、でも渚さんの生誕祭ね、なんか言ってはった言葉がすごく胸に刺さって、私渚さんの生誕祭 DMM で見てたんですよ。で、あの電車乗ろうと思ってて、その時でも渚さんのその、生誕祭に夢中になりすぎて電車をね、乗り過ごしてしまったほどもう夢中だったんですよ、私は渚さんの生誕祭に。そう、言葉選びのセンスが本当にすごいんですよね、本当に憧れの先輩です。本当に、なんでや、お母さん、お父さん、お母さんにも会ってみたいです。私、あ、私が、私に明日よろしく回してくれた川野奈々穂ちゃんが今通ります。バイバイ。バイバイ。なんか渚さんのおうち訪問っていうのをダウンタウンデラックスさんでやってはったんかな。それでおうちのやつを見た時に、えー、すごいって思って、なんかジャグジーとかついてはって、ジャグジーっていうかな、肩のやつとかついてて、すごいなって思いました。いいですね渚さん、本当に憧れです渚さん。いい匂いやし、めっちゃいい匂いなんですよ。しかもで、かりんさんは、小島かりんさんはもう私の中の本当にもうやばい、皆さんが思ってる以上に憧れてます。あの本当にいい人なんですよかりんさんは。もうこれはどこでも言ってるけど、アイドル小島かりんさん、人間小島かりんさんとしても本当にいい人なんですよ。で、かりんさんにもっと近づきたいと思っていろいろ試行錯誤してますし、そういう先輩がいてくだ、近くにいてくださるからこそ、なんかもっと NNB48 の活動をね頑張ろうって思えることができるので、これからもねそういう先輩の背中を見ながら頑張っていきたいですし、そういう私が先輩になる、渚さんとかかりんさんとかそういう先輩になれるように頑張っていきたいんですよ。未来はまだ後輩が 6期生はもうね後輩というか、もう一緒に公演も作り上げてきて、言ったら同期みたいなもんなんですけど、まあ、7期生にそういうなんか大きい背中をね、大きい大きい背中を見せれるように私は頑張っていきたいなと思っています。でも本当に近くにそういう先輩方がいてくださるから頑張ろうって思えるし、だからそういてくださるうちになんかもっと頑張りたいしかないんですけどね、もう頑張りたいっていう言葉しかないんですけど、頑張っていきたいと思ってます。皆さんも NNB48 のこと大好きですよね。皆さんが思ってるぐらいね、ミラコも NNB48 のことが大好きなので、これからも NNB48 のことね、 NNB48 をいっぱい追いかけ続けてください。好きですよね、ミラも大好き。
大好き？やった、私も大好きです NMB48 のことが。だからそのそんなね大好きな NMB48 に貢献できるメンバーになりたいし、頑張らなくちゃもっと。なのでね、皆さんもねぜひミラコの応援、そして NMB48 の応援よろしくお願いします。うん、もう本当に唇がカサカサになるほど NMB48 のことが好き。だからリップ塗っちゃう。はい、これで OK。 そして私の鼻水もいい感じに出てきております。本当にいいよな NMB っていうグループ。皆さんもね NMB48 にもっとねいろんな方に NMB48 のと出てほしい。じゃあもっと NMB48 を発信できる人になりたい。私はなんか未来ちゃんを知って NMB48 を知りましたって言っていただけるような存在になれるように頑張りたいですね。私もうすぐ誕生日で生誕祭をさせていただけるので、まだ何日か分からへんから、その時にねもっといろんなこともねお話ししたいなと思ってるので、生誕祭もぜひ来てください。じゃあそれではね、ここでね、良きところで良きところで、うん、他のね他のメンバーというか、あのここでね明日よろしくしたいメンバーにね今声をかけていますけども、いるのでちょっとねその返信を待って、間もなくね次のメンバーに電話をしたいと思うんですけど、皆さん誰やと思いますか？今はカリンさん、ナナホ、ミラン行ってきて、次誰やろな。中野レナ、お姉ちゃんやな、それな。お姉ちゃん、違うな。あれ、連絡がつかないぞ。かけちゃおうかな、もう。一回かけてみるわ。一回かけてみます。かけてるかけてる、あれあれ繋がらないぞ。かかってきた、あれ、あ、もしもし今大丈夫？じゃ今配信中です。じゃあもうスピーカーにしていい？はい、じゃあ皆さんスピーカーにします。まだ喋らんといてな、未来が入ってたら喋ってな。はい、自己紹介よろしくお願いします。はい、 NMB48 の南ハーサです。イエーイイエーイ、パチ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 、イエーイ。皆さんそう、あ、大正解。ちなみにですね、はい、今 YouTube 撮影してますあのね、みなみはーさちゃん、あの個人チャンネル何やったっけ、みなみはーさのダンボール劇場やったっけ？違ってます言ったことない。何やったっけ、はーチャンネル、え、うん、なんか決めていたの、名前。あ、そうなんや。あのね、みなみはーさちゃん個人チャンネルを持ってまして、 YouTube の方で、そのね、今ね、はい、あれ何だっけ、撮影中にお邪魔していますけど、はい、明日よろしくやってもらえますか？はい、おー、やったやったやった。断られたら違う人に電話かけやんなあかんかったから嬉しいわ任せてください。お、ハウスは2019年10月28日以来やって、全然やってない。全然やってんの、久しぶりですね。じゃあ久しぶり。じゃあちょっとトークテーマをね決めていこうと思うんやけども、はい、何する、トークテーマ。でもさ、え、なんて、ちょっと今作業のこと考えてたわあの一回ちょっと中断してもらって。あ、わかりました。いやいや、いいよ全然。あれ、ハーサさ、なんかさ、今日のねラジオとかでもなんか YouTube 頑張っていきたいってさ、あれ話してたよな。あ、そう話してた。 YouTube のこと喋る？あ、確かに、あんまり今までちゃんとあったから、うん、
確かに。え、どう、ハーさん的には。え、 YouTube の会話ありありですね。あ、いい。じゃあちょっとトークテーマは南ハーさん個人チャン、個人 YouTube チャンネルについて、うん、にしようかな、はい、と思うので、今日は月曜日、金曜日やから、ハータンは、11月29日に配信よろしくお願いします。了解しました。で、個人チャンネルの YouTube について何時からとかはまだ決まってないと思うので、また告知よろしくお願いします。了解です。それでは決め台詞に参りましょう。ちょっと待って、わからんわからん、なんか書いてある、決め台詞、決め台詞って書いてある。え、明日、月曜日よろしくっていうのがあれです。あの、それでなんて返したらいいですか。一緒にせーの、月曜日よろしくです。わかりました。いきます。せーの。よろしく。あれ、もしもし。よろしく。いや、なんか書いてあるね、決め台詞って。一緒に月曜日よろしくって言ったらいいの。あ、そうそう、一緒に、そうそう、一緒にってこと。じゃあ一緒に言うよ、せーの、月曜日よろしく。やってんのかなこれ。ちょっとこの台本古いみたいでございます。あ、そうなんですね。そう、なんか、この会話って、そのハータンの YouTube に乗りますか。乗りません。あ、乗らへんねんや、皆さん乗らへんで。乗りますね。あ、乗ります。乗る様子が。あ、そうなんや。皆さん、なんか言いたいことある？ハーサに。なんかありますか？なんかありますか？ YouTube に乗るらしいので。乗らへんかったらごめんなさいね。めっちゃなんか段ボールみたいな切ってる音聞こえんねんけど。そうなんです。今なんとね、うん、新しいことに挑戦してるんですよ。らしいですよ、皆さん。ハーサン、面白い。ハータン、かわいいよーって。嬉しい。なんかボケてやって。それは無理ですね。あ、無理らしいです。あ、あの、無理なことも、あの、あるので、皆さんすいません。 NSB48 でも NG では NG はあったということで。はい、無理なことは無理と言いますね。はい、じゃあ電話を切ろうと思います。はい、それではハータン、最後に何か、何か、うん、未来のこと、はい、よろしくお願いします。次回の配信者について、次回の配信者は、南ハーサちゃん、またこれまた同期でひつまぶしのメンバーでございます。カリンさん、ナナホ、未来、ハーサ、ひつまぶしで回させていただきます。あの、ブチ切るのがやりたかったです、すいませんね。多分ハーサも感づいてたと思うので。やると思った。まあ、笑いを取れたということでありがとうございます。皆さんね、次は29日、11月29日月曜日配信なので、ぜひよろしくお願いします。それではね、 NKB48 の妙によろしく。そろそろ終わりの時間です。告知あれば。告知は12月28日発売の月刊エンタメさんで、マリンと、ペア撮影をさせていただきましたので、ぜひ11月28日チェックよろしくお願いします。そして私の公演スケジュールが、明日ミックス、超絶かわいいさん大阪魂スター羅漢公演2回公演の昼夜公演で、私は公演出演回数が250回となります。そして11月28日ミックスジュースさんの2回公演、そして22月2日キュンマートさんの恋ラブ公演に出演させていただきます。あとは SNS は Twitter、Instagram、 あとはショールームもね、個人配信していますので、ぜひ。それでは5位からランキング発表したいと思います。5位、チャミさん、ありがとうございます。4位、シンパクさん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、あきら 2% さん、ありがとうございます。そして栄光の第1位は、ルル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 ル
皆さんありがとうございました。見てくださって、ぜひ私の個人のねショールームアカウントもフォロー待ってますし、明日よろしくのフォローもよろしくお願いします。皆さんコメントに星にスペシャルギフトにカウントありがとうございました。またね、ありがとうございました。